1回報酬はいけますよね、これ、うん、いや、包囲も1回はいけるんじゃないですか。ハネマン打ったって大丈夫ですよね。ハネマン大丈夫ですよね。ハネマン打ったって大丈夫なんで、はい、ニーツーさんにね、いや、ホンダと包囲の関係で、お互いね、ホンダと包囲の関係はかなり打ち込みやすい状況ですよ。だったら親には打てないですからね。親にはもちろん打てないです、うん、はい、親を見ながらのマージャンになりますよね。ホンダのこの手だと大いに行ってもらう方が楽ですよね。ですね。いったわ。来た来た来た。いった。これ、これだってチーポンロンじゃないですか。まずはチーマンポンができれば。うん、ああ、これ決まっちゃったかもしれない。これは相当。ここでこの手が入るのが大分カールの強さとも言えるでしょう。本当にここ要所要所で入れてきますよね。ファーストステージのオーラスも、うん、はい、パーマン両面チーから入ったじゃないですか。はい、あれやってよかったのかなって言いながらも、でもそういう手が入ってたんですよね、オーラス決めきれる。いや、ここ一個知恵言ったらホンダがガンガンいくと思うんですよね。いや、もう本当にそうね、ハンチャだもんね。だから多いとしても何でもとりあえずチーしとけば、 あとはだんだんアシストくるなっていう、うん、どうですか近藤プロ、これ、これはポンできればね、先にホンダとても止まりにくいですよね。ビーチじゃないですからね、はい、いや、これはこの曲で決まる可能性高い。近藤とニーツ、50代と60代が敗れるか、30代のホンダ、40代の大井が今ファイナルに片手をがっちりとかけている。あとはその身を引き上げるだけ。いいシャンテンですが、いやいや、これ、うん、あ、取るの、一応リーチして要求するっていうのもありますかね。なるほどね。ちょっとでもできればね、まあ、闇天か仕掛けて上がりたいよね。仕掛けがいいですよね、やっぱり、ローマンが出るとすごく動きやすいですからね、うん、ホンダのローマンが。パーソーはちょっと動きづらいけど、パーソーはチーせずでしたね。両面でチーして急速切って次の、おー、ちょ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 、リーチいけたらもう一気に状況変わる。しかも打点あるからね、ドラムあるし、うん、進むか。多いよ、数万とかもね、もし出れば食い逃しに出るでしょうね。うん、羽は打てるんですもんね、そう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 、とにかく、はい、これはつも切りか。はい、つも切り、そうですね、そろそろホンダが様子を伺いに真ん中のパイポロッと切ったりしますか。こういう時ってまずペイ行ってるんですよ、ちょっと様子見ながら、これなんかかな、なるほど、ペイ茶のペイ、うん、で次真ん中のパイとか打ちます。例えばウーピンやローマン、そうウーピンよりローマンか、ローマンもそうですね、マンズはまだピンザまず嘘か、うん、テンパイだ、リーチか、リーチいった、これ要求してますね。そうですね、はい、ホンダ分かってるよなと、俺たちでやろうじゃねえかと。ただサブローピンはちょっと後回しになりそうですかね、まずスーピン早い、まあマンズからいきます。まずマンズですよね。間違ってバイマンは大丈夫ですね、バイマンも打てます。いやいや、バイね、これは打ちに行けるけど、要するにどっから切るかだよね。そうですね、バイマン打てるんで一発で飛び込んでも大丈夫に見える。裏ああ、いった、打ち行った、打ち行った、次ローマンですよ。じゃあ今の数万打ったってことは次ローマンですね。これ近藤プロもこれローピン危ないかもしれないね。あ、まず、あ、これならジャンパイになるか。いやー、リーチいけなかったか、はい、リーチいけるとね、これ次ローマンですよ。でもこれ次ローマンですよね。でもローマン、はい、これもローマンですよ、うん、ローマンですよね、はい、あっさりだ。次がピンズか。あ、そっか、ローマン関係ないんだ。ローマンは大丈夫、サブローマンだと思い込んでた。サブローピンです、すいません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 。いや、でも3ピンは結構候補ですよね、ドラね、うん、だってピンズね、チーピン筋でリャンウピンもちょっと考えにくいんだったら3ピンからいきますよね。ただ あこれ打たれちゃうかな。あ、リャンピンが先か。さあ次に近藤プロがテンパイ入ってリーチかけられれば、はい、もうドラ打てないからね。打てない。いやー、入んない。次3ピンいく？まあ三層。バイマンまでいけますからね。三層もいくかもしれないですね。想像は後でしょうね。あれ？三層。うん。まあじゃあ次がもう近藤プロ、そのこのここだね。ここでサブローワンリャンピンどうか引けるか。あー、これ打っちゃった。うわー、これ入った。
お見事。サブロピン、まあだからいや結構通っちゃったんでね。あ、まあそうですよね。打点的なものもあるか。これいよいよ3ピンいきます。ドラだから打ちにくいのかな。ドラだとね、まあでも3倍マン打つってことはないですからね、うん、いやもうほぼ通ったんですよね、筋が。あーそっか、ドラポンとかもあるのか近藤さん。あーそっか、そっちありますよね、うん、普通に。あれ、そうするとローピンは打てるでしょうけど、6球ピンもあるんでね、はい、いやこれ近藤の粘りが効くかもしれない。これでもローピン打つとチーピン、チーピンは筋、スーピンの。ただ愚形にはしたくないところもありますよね。667ピンズか445どっちがいいかっていう問題ですよね。サブローマンチーピンだ、ローピン出ない形、耐えてる、こらえたよ。これローピンあと1枚しかないですもんね。そうですね、ローピンどうなんだろう。そっか、確かに本田からすると親のドラのポンがある以上ちょっと打ちづらいのか。まあでも当たればゲームセットなんですけどね、もちろん。でおそらく両面ですよね。そうです、普通に考えたらもう3ピン3たか。いや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 、もう打てないんじゃないですか。もう行かないと。ドラはね、多いドキドキタイムですよこれ。いやいや参ったなと。うーん、ないかーって、ローピンないかーみたいな。両ピンっている、うん、両ピンは手に1、場に1、表示に1、残り 1枚いるんだ、ね、3ピン重なりは、3ピン重なりは本田1枚だけ。じゃあ3ピン3ピンって引くかもしれないですね。あるね、これ一発で決まっちゃうね、はい、ていうか大井が3ピン引くか。そしたらもちろんもちろん、はい、サブローピンまだ3枚もある。そう、刺すことばっかり考えてたけ ど、いや引けないね。あれ、このままあと3巡か、うん、テンパイ入らないってことないと思いますけどね、3巡やって。それとも大井が先か。うん、いえ、なんだ9万、あら、あと2回だよ。いやもう行くよりないんだけど、覚悟してるでしょうね、はい、うん、C のチャンスもありますからね。そうですね、はい、実質4回分ぐらいありますよね、はい、ポンもできるのか。一応できます、数万のポン、うん、あー減った。3ピンが1枚とローピンが1枚、ドラポンの可能性ってまだある。まああるよな。そうですね、見えてないから、見えないというか 見ようがないから。9ピン通った。これここテンポ入るか。入った、リーチか。1枚でしたっけ。1枚、いやこれもリーチはでもみんなどうせ降りたなと。そうね、うん、リーチかける手はありますよね。もう刺された。スーピン、スーピンも現物だもんね。あ、闇手にしたか。うん、まあ両ピンがもう場に見えてるのか。2枚見えてますね、うんうん、本田があと3ピン引きとかに考慮しなきゃいけないかもしれないね。ああ、うん、最後に掴むってことですよね、うん、はい、確かに油断しない人だな。怖いよね、うん、闇点分かるからね、親のね。そうでもね、あ1枚ありますよ。引けば2ロコール。うわ、本当に、いやいや、リーチないでね、本当だったね。大正解、この人すごい。え、これ本田と王位入れ替わりませんか。変わりますね。あ、リーボ出してるか。それでも変わるかな。200変わりますよね、200上だ、はいはい、OK、立場逆転。これで王位上がれはしませんでしたが、ターゲットは今本田に変わった。